タイラー・ジョン・アレクサンダーは、アメリカ合衆国入りの一州シ,シカゴ出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のデトロイト・タイガース所属。高校時代、2013年の MLB ドラフト23巡目で、デトロイト・タイガースから指名を受けたが、契約を拒否して、テキサス・クリスチャン大学に進学した。2015年の MLB ドラフト2巡目で再び、 タイガースから指名を受け、今度は契約に合意して、プロ入りした。契約後、参加の A-9 コネチカットタイガースでプロデビューし、37回を投げて、防御率0.97を記録した。2016年は、A 級レイクランドフライングタイガースと AA 級エリーシーウルブズでプレイし、2球団合計で25試合に登板して8勝8敗、防御率2.44。 105奪三振を記録した。2017年は a 級エリーでプレーし、27試合に登板して8勝9敗、防御率5.07、120奪三振を記録した。2018年は a 級エリーとトリプル a 級、トレド・マット・ヘンズでプレーし、2球団合計で26試合に登板して6勝8敗、防御率4.44、95奪三振を記録した。 2019年7月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日行われたシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビューを果たした。その後、9月16日のボルチモアオリオールズ戦でメジャー初勝利を記録した。この年メジャーでは13試合に登板して1勝4敗、防御率4.86、47奪三振を記録した。 2020年8月2日の新シシナティレッツ戦で3回表から2番手として9円登板し、9円投手としてはメジャー最多記録となる9社連続脱三振を記録した。速球にカーブ、スライダー、チェンジアップを交える。ありがとうございます。